年久保を追って炎上したカディス公式。白々しく久保とアルカラスが和解したことにしてまた炎上。昨年も批判を受けたアルカラスが久保を殴ったりぶん回した件について、カディス公式が今回の試合後に両者が話をする動画を投稿。どう見ても和解の雰囲気ではないのに、白々しく和解したことにして炎上。全くそのような友好的な話し合いが持たれたようには見えませんが、素直に謝罪でもしたのなら友情も生まれるかもしれないが、これはどう見ても言い訳じみたことを言っているのだろう。申し訳ないですけど、この4番のしたことと非公式アカウントの失礼な煽りは許せないです。ナイキセグンダで頑張ってください。そうですね、カディスは熾烈な降格権争いの真っ只中ですので、ナイキは2部で見られることを期待したいです。昨年アルカラスが久保を殴った試合後にカディス公式がしたポストがこちら。アルカラスに対する批判はもちろんだが、この煽りポストがあったため、このカディス公式のアカウントそのものにも批判殺到。クソクラブのクソ公式、このアカウント事件を来た時煽り投稿してたよな、忘れねぞ。久保選手のことをコケにしていたアカウントがわざとこういう投稿するよな。この赤の中身が誰か知らんけど、あなたがつぶやくたびに日本人の心はカディスから離れていく一方よ。この選手のプレーや人間性のひどさ、このカディスアカウントの下劣さについての謝罪は一切されてないし、許すやつなんかいない。名前から「D」抜けよう。